皆様こんにちは、ピアニストの福間幸太郎です。私は今汐留リヒシュタインサロンでちょっと動画を撮らせていただいたんですけれども、このリヒシュタインについてちょっとコメントをさせていただきますね。私はこれまで何度もいろんな演奏会でも弾いてきましたし、昨年の春に出した CD フランスロマンスというフランス音楽を集めた CD なんですけれども、そちらもリヒシュタインのピアノを使って録音いたしました。リヒシュタインのピアノの私が好きなところはやはり音がすごい透明感あふれてて、こういろんな音色が出せる。そして、ピアノっていうのはやっぱり一回音を出してしまったら減衰するだけなんですけれども、それをどのようにこう歌っているかのように響かせるのは大変難しいんですけど、リヒシュタインのピアノだとその歌のような響かせ方っていうのができるんですね。それが私にとって非常に魅力的に感じております。でこの度ちょっとお知らせがあるんですけれども、昨年の秋に誕生したスペシャルエディションのピアノがございまして、コンパクトグランドなんですけど L の167というモデルのピアノに、7名のアーティストのサインが書かれたプレートが組み込まれてるんですね。でその7名のアーティストのうちの一人に私も入ってるんですけれども、ミシェル・ダルベルトさん、アブデル・ラーマン・エル・バシャさん、イヴ・アンリさん、シプリアン・カザリスさん、コンスタンチ・リフシスさん、矢野明子さん、そして私のサインが入っております。これは世界限定10台となる本当にスペシャルなエディションなんですけれども、そしてこのピアノをご購入された方は、そのアーティストサインの入ったこうクマの可愛らしい、フィギュアもプレゼントされるそうです。皆様ぜひこちらの方もチェックしてみてください。福間幸太郎でした。ありがとうございます。